え皆さん、こんばんは、シューです。取、えー、り直しをね、ちょっとさせていただいている一本として、今日はこちらをちょっともう一度取り直しをさせていただきます、えー。ブランドはサーティナですね。サーティナのヒマラエスペシャルエディションというものでございます。えー、この前のした時にね、あのー、ちょっと短くて、まあまあ適当に撮ってたような気がするので、ちょっと今日はね、もう一回きちっとのしておこうと思います。えっ、ー、とね、 先にこちら、えっ、ー、とね、ヒマラヤスペシャルエディション、えー、パーマティック80というものでございます。で、ケース、えー、40ミリ。で、ラグトゥラグなんですけども、こちらね、ラグが結構ちょっと尖ってまして、はっきりではありません。だいたい46ミリぐらい。で、えー、ケース圧11ミリという好評なんですけども、 えとね、僕が測ると11.7ぐらいはある気がします。なので、ちょっとその辺は誤差があるように、ちょっと思っていただきたいなと思います。で、えー、とストラップ、まあ、ベルトのラグですね。こちらは 20mm でございます。で、えー、とキャリバー、ETA の80.111を積んでおります。でこちらの方がまあまあパワーマティック80というキャリバーでございます。で、えー、防水性能は 100m。 で重さはでございます、えー、基本上はこんな感じでただねこの 78g っていうのは、えー、これもともとレザーベルトがついてるんですねただ僕はそのレザーベルトのねバタフライバックルがどうしても合わなくてあの結構ボコッとなるのでサーティナのバタフライバックルはね僕はあんまり好きではありませんなので僕は自分でこういうブレスレットに変えさせていただいてます お値段なんですけど、一応、公表では890ユーロなので、960ドルぐらい。日本円にすると14万円ぐらいという形でございます。ただ、この辺はね、ちょっとこう、モデルも結構古いので、あの、まあ、ソルダーを取って書いてるネットもあるし、まだ、えっと、在庫があると書いてるとこもあるので、ちょっと値段はかなりバラバラでございます。よし、ちょっとね。 見ていきます綺麗な時計なんですけど、ね、非常に綺麗な時計です。こういう感じで、よいしょちょっと近づきますね。こういう感じの文字盤をしております。こういうふうに、ホワイトのダイヤルに、こういうゴールドのバインデックスで、えー、地震、粉震、秒震もすべてこういうゴールドの感じのものでございます。こういう感じ。 で、日付があって、ここに DS1 パ,パワーマティック80と書いてございます。こういう感じですね。で、サファイアクリスタルの風防でございます。でね、これフラットだと思うんですけども、ただね、ちょっと先測ると、中央に寄せれば寄せるとちょっと厚くなるので、少しドーム型になっているような気がします。 で、こういうふうなポリッシュのケース。まあ、ちょっとね、つけてるので少しもう傷とか入ってしまってますけどこういうポリッシュのケース。こういう感じのポリッシュケースでございます。こういう感じですね。で、裏なんですけども、こういう感じ。この3ナ1 8 8 8と書いてまして、まあ、ステンレススティール。 ウォーターレジスタント、テンバーとかいう感じのことが書いてて、サファイアクリスタル。で、サーティナ DS1 のこの、これ、ここですね。これがね、モデルの、まあ、リ,ファレンルリファレンシャル番号になると思うんです。サーティナもね、結構長いので、まあ、あのヒ,マラヒマラヤエディションでこれになるかなっていう感じですね。こういう感じですね。 で、クラウンに、こういうふうにサーティナのロゴが入ってると。で、これが面白いのはね、こうやったら見えないんですけど、こうすると、こういう感じに、これ、ローターが真っ黒なんですね。こういう真っ黒のローターがついてまして、こんな感じにすると、こう、きじっと、こう、なんて言うんだろうな、この裏を全部ね、キャリバーを覆うような形になってございます。 この辺は結構ね、綺麗で面白い時計です。で、ここにこういうふうにね、このヒマラヤの山のマークみたいな模様が入ってて、こういうふうにいろんなヒマラヤの8167メーターとかね、いろいろ書いてるんですね。ただよくあの、エベレストとかヒ,ラヒマラヤとかのに、 登山家がつけた時計とか言ってね限定品が出たりとかいろいろするんですけどあの辺は結構曖昧なんだそうであのエベレスト登頂に成功した誰々がその時つけた時計とかなるみたいなんですけど結構ねいろんなブランドが言ってるみたいでちょっと曖昧な情報があるようです僕はちょっと調べたんですけどあんまり分からなくってあまりそこに僕はまあこだわりがないのでねあれなんですけど で、これもヒマラヤスペシャルエディションと書いてるんですけども、特にその世界限定何本とかいうことは書いてなくて、ここにまあ、その、ああいうね、番号が入ってるとかいうもないので、特にその別にその限定何本っていうモデルではないんだと思います。でもね、非常にこの綺麗な文字盤ですごく上品です。うん。あの、すごく上品な時計なので、 まあケースも 40mm なので、あの、結構何でも合うんじゃないかなと思います。で、僕はね、こういうふうな、こういうベルトに変えてるんですね。あの、これのバタフライがどうしても僕はね、あんまり好きじゃなくて、他の DS1 の僕、スモールセコンドとかもあるんですけども、それも実は変えてしまってます。サーティネのバタフライはね、ちょっとこう、ボコッとなって、 あのバタフライのところの皮がもたつく気がちょっとしてどうしてもちょっと気になるので僕は全て変えさせてもらってますあのサーティナっていうブランドがどうなんだろうそのあまりこう名前を聞かないブランドだと出てこないですねあんまりサーティナってあんまり出てこないんですけどお好きな方は結構好きなブランドみたいで僕もねあと2本かな あのこの前の PH200M かとあともう一つスモールセコンドっていうのを持っててよいしょちょっと出してみようかまあ僕ちょっとこんな感じでねよいしょあれ、うん、こんな感じこんな感じでちょっとね二本あるんですねこのこれですね PH200M とこちら にこのスモールセコンドのものがね、ちょっと僕あるんですけども、あの、サーティナはね、結構こう、お手頃値段になったりもするしかっこいいしっかりしたスイス製の時計なので、僕はまあまあ、あの、好きなブランドの一つですね。ちょっとね、ぐっと近づけてみると、こういう非常に綺麗なね、文字盤をしてまして、こんな感じですごーく綺麗な、 文字盤をしておりますなのでちょっとこういうこう人と変わった違うブランドが欲しいなとかでしたらサーティナーはすごくおすすめなのであのサーティナはちょっとね違うこのサーティナ1888っていうモデルだったと思うんですけど 結構かっこいいね、クラシックな感じでも出てまして、そちらの方は数名のユーチューバーの方が大絶賛してらっしゃいました。サーティナはこれを出したおかげでこう生き返ったみたいなことを書いてらっしゃって、あの、すごく綺麗な時計だったんですね。で、僕もまあちょっと見てはいるんですけども、まだちょっとね、手元には来てないのでどうしようもないですけど、こんな感じでね、すごくいい時計なので、一つちょっとご自身のね、コレクションであったりとか、 えと例えばこう1本ちょっと何か買ってみたいなとかいうときに一つの選択肢に僕はすごくいい時計だと思いますでちょっとつけてみるんですけど今日今ちょっとねこのこれを 2GMT をつけててよいしょちょっとつけてみますねよいしょちょっと手袋ももう取ってしまいます こういう感じです。ちょっと離した方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。え、なんか黒くなった、黒くなった。なんだなんだ。ちょっと待ってくださいね。え、なんあ、このぐらいでいいかな。こういう感じです。まあ、僕はここにね、こういうに このまあローブランド米が入ってるこういうふうなベルトに変えててこのベルトねかなりいいですよねあのどこでも止めれるのですごくぴったりとフィットして僕は結構気に入ってるんですけどこのベルト僕の腕でねこういう感じで結構綺麗に収まる時計で非常に綺麗な時計ですなので結構おすすめでございますなのでちょっとねサーティナ調べてみてもいいんじゃないかなと思うブランドなので今日はもう一回ちょっとね綺麗な画像でお送りしたいと思って送らせていただきました で次ねちょっと何するかを悩んでたんですけどちょっとこんな風に出すんですけど僕がこう時計を装備するのに使ってるちょっとこういう、まあ、この革のねケースがあるんですけどここにちょっとほんで「ベルジョン」って書いてますねこのマットちょっと新しく買いましたあの白い方が時計見やすいかなと思ってちょっとこれを買ったんですけどこれと今ねこういうもの よしもうちょっとこう、なんとか、こういうもの。で、こういうもの。こういうものが。えー、っと、このぐらいかな。このぐらいかな。で、あ、これか。こういう感じで、すべてこれ、ベルジョンなんですね。で、これはバネ棒外しですね。で、これもバネ棒外したんですけど、こちらの方はこういうね、あの、こう。 こういうところをちょっとグッと押すためのものがついているもので、で、これは、こういうスクラッチペンですね。ちょっとずつこういうね、工具を少しずつ増やしてこう、自分でできることはしていこうと思ってて、この工具なんかの使い心地なんかをね、レビューしてみようかなともうちょっと思ってます。あの、ちょっとこうメモをね、僕は取ってるんですけど、こんな感じでちょっとメモをね、取って、皆さんにお送りしてるんですけども、 こんな感じで今日のね、このサーティナイトはこんな感じに書いたりするんですね。で、こんな感じ。このベルジョンはこんなものがあるみたいな感じでちょっと書いてて、書き出して、これを資料を見ながらちょっとね、ビデオを撮ってるんですけど、前のボルティックとかこんな感じでちょっと書いてるんですね、僕。なので、あの、ちょっとそういうこともいろんなことをね、ちょっと幅広くやっていこうと思ってるので、 えまたよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、コメント、この前ね、イタリア語でコメントをいただきました。あのー、WMT のサンフォードかな、かなりかのものにいただいたんですけど、非常に嬉しかったです。で、一生懸命ちょっと調べて、えー、イタリア語でお返事をさせていただきました。あのー、何人、どのお国の言葉でも、一生懸命調べてお返ししますので、 ぜひまたコメントもよかったらお残しください今日はね、このサーティナヒマラヤスペシャルエディションをもう一度ちょっとご紹介させていただきました。これね、やっぱりめちゃくちゃいいんで皆さん絶対調べてください。このトゥルー GMT スミスですね。もう本当にいいんで絶対調べてください。こんな感じ。なので今日はちょっとね、こういうサーティナっていうブランドになりましたけど、こんな感じの時計でございます。 本当にかっこいい時計なのでぜひ皆さんもサーティナ一度調べてみてくださいこんな感じです次また何するかちょっと分かんないですけどまた一生懸命考えますのでぜひまたご覧になってください今日はこちらサーティナヒマラヤスペシャルエディションをご紹介させていただきました今日も最後までご視聴ありがとうございました次のまた動画でお会いいたしましょうさよなら